ません。はい、キララちゃんおいで、キララちゃん、はい、キララちゃん。はい、はい、それでは発表します。3回目オーディエンスの反応を見て決めましょう。はい、キララちゃん597、しばこちゃん1486、はい、ふやし514、あくま617、ゴーヤ先生327、あ、323、ミッキーちゃん471、一休さん1515、イガグリオ、グリちゃん、317、陽介さん542、はい、タバコン1488、審議します、審議しますですね、ですね。アピールしてきてる。いやいや、頑張っても1000はいかないでしょね。これちょっとあの拍手で聞いてみる。しばっこは1000、しばっこチームは1000やったと思う人手を叩いてください。拍手。まさかそんなことはないでしょうっていう人拍手。しばこちゃん、これが現実だ。ということで、あの第1回戦と同じ状況で、ですね、点数修正を、はい、一生懸命していただいたのも十分皆さん分かってる、分かってる、はい、頑張ったのは分かってる、めっちゃ分かってる。でも多分その肉球でしっかり押せてなかった回数が900回くらいあると思うね。ふんわりしすぎたね、ふんわりと。あ、もうめっちゃ怒ってる。しばこちゃんめっちゃ怒ってる。
絶対あれうわ、噛みつかれそう。いや、だいたいゴーヤがおかしいって言ったから審議に入ったんやからね。いや、さんざんここで絶対旋回なんかないってって言ってたのゴーヤ先生ちゃん。認めません。でもこれはあの3回やった点数でいきますからね。しばくちゃんその前に600とか出してますからね。まあでも点数見てるとだんだんとみんなあのこう疲れが見えてきてる点数になってるんで。さあ誰がスターターになるのか予想しましょう。ゴーヤ先生だと思う人。一人。これが現実だ。そんなに甘くはない。いやだって予算ないんやからしゃあないやん。スターターの旗を買う予算がなかった。はい、結果が出ました。結果が出ました。あ、結果出ました。はい、さあ、ゴーヤ先生がスターターになるのか。キララちゃんからで、ね、得点の発表します。はい、キララちゃん10点。お、合計10点。合計10点です。はい、スパコちゃん合計で14点。54点。ミヤッシーも、合計で14点。14点。アクマさん26点。大江先生2点。2点。ニッケちゃん18点。18点。イッキーさん14点。14点。グリちゃんが8点。8点。ヨウスケさん18点。18点。タボ君11点。11点。はい、皆さんお分かりの通り明日のスターターは、アクマさんに決まりました。皆さんありがとうございます。まあ、これあの悪魔様が怪我して出られなかったらゴーヤ先生にしようかな。あの補欠も決めときましょうか。補欠決めときましょうか。補欠、ね、ミケちゃんですね。ミケちゃんですね、はい、とりあえずでもあの、お風呂の入浴券は悪魔様チームで、はい、リストバンドのバンドの下一桁が4の方、リストバンド下4桁4の方にお渡ししますんで、お渡しするとき4を見せてください。4だよって言ってください。4確認してから渡してください、はい、そしたらただいまからですね、3箇所を1つずつお配りしていきますので、ちょっと皆さんお待ちくださいね。はい、3箇所じゃあ今から配ってます。さあ、そして参加いただいた皆さん全員に3箇所を渡しますんで、その場でお待ちください。その場でお待ちください。参加賞を渡します。その場でお待ちください。はい、はい、キララちゃんのね、貯金箱にも今なっておりますけども、抹茶ボールチョコ、はい、ぜひあのご試食いただいて。参加賞は何なんですか。でね、抹茶ボールチョコって言ってね、はい、京都鍋市のお茶キャンディーとチョコレートになってます。お茶チョコ。お茶チョコです。あ、すいません、あの、8番とか9番のチーム配ってもらっていいですか。7番、8番のチーム、はい、一休さんとか、そっちの方のチームお配りください。バテるさんや、はい、お茶のチョコレートでございます。今日、田辺さん、お茶を使ったチョコレートでございます。お茶とか疲れましたからね。浅草の方ですよね、うん、なんか、後から出てきたから、うん、こっちに決めてたんですか。昨日、前乗り。いや、今朝来て。あ、そうなんですか。京都からの。ああ、大阪から。え、大阪から来たんですか。一番欲しいのを使ったの。ああ、そうなんや。こら、こら。
ほらほら、俺の上着だ。悪魔が、タバコが、どっちどっちどっち。教育的指導。はい、じゃあね、せっかくなんで、チームのみんなとハイタッチだけはしておいてあげてくださいね。ありがとうの思いを込めて、タバコちゃんと、ね、頑張ってくれた人、レギュラーか、握手してきた、ハグもした、いつでもしてやめてみたいな感じ、今から審議はい、皆さん参加してもらっていただきましたでしょうか。はい、ありがとうございます。さあそしたら、これでカチカチ選手権、カチカチ選手権を第1回、京都でカチカチ選手権を、はい、終わりたいと思います。まだ全国広がっていきたいと思いまして、ありがとうございました。また来年ですね、はいはい、皆さん、カチカチの練習、来年までやってください。はい、そうしましたら残り10分ほどになりますけど、はい、ブリーチングしていただいて、はい、休憩に入らさせていただきたいというふうに思います。その後の予定は何かありますか？その後はい、